今日のゲームをハイライトで振り返っていきます。イーグルス先発、自身2連勝の夢でした。立ち上がり先頭バッターの川島でストレートのフォアボールで、この後内川にヒット、ワンアウトを取った後でした。でこれがツーベースになってワンアウトランナー3塁2塁昨日2ホーマーのデスパイネを迎えます。まあ、ここはショートゴロの間に湯気立ち上がり1点を失います。1回の表ホークスが1点を先制しました。そのホークス2回です。この回は2アウトからカイト、牧原、8番、9番の連続ヒット。ツーアウトランナー3塁1塁で1塁ランナーがスタート。でキャッチャーの送球もそれて3塁ランナー甲斐が帰ってきました。ダブルスチールという形になりました。2回でリードを広げます。先発はここまで9勝2年目の高橋大です。イーグルスはその裏ノーアウト満塁ビッグチャンスを迎えましたけれども、フィーラーピッチャーのダブルプレー、これで2アウトになって、高橋礼に対して今シーズン10打数3安打、相性のいい辰巳でしたけども、ここは高めまっすぐ空振り三振、ノーアウト満塁のチャンスを生かせませんでした。ホークス2点リード4回です。3回以降は湯気が立ち直りを見せます。この回は上林、甲斐、牧原と3人止めて、この試合初めての三者凡退でした。そのまま5回も3人止めて6回です。先頭バッターデスパイネヒットを許したんですけども、今度グラシアル、上林と三振取りました。まあ、結局湯気は今日6回111球被安打5失点2でマウンドを降りました。反撃したイーグルス6回の裏2アウト満塁、チャンスを作って銀次でしたけれども、ここもあと1本が出ませんでした。ホークスリードでゲームは終盤に入ります。7回も高橋蓮マウンドに上がりました。この回ワンアウトランナー2塁1塁、チャンスを作って田中でしたけれども、ここはファーストファールぐらい2アウトになったところで高橋蓮マウンドを降ります。マウンド上は葉山、チャンスで1番の茂木、最後は外のスライダーでした。茂木空振り三振でここも1本出ず、2対0ホークスリードで8回です。イーグルスの方は小野、7回からマウンドに上がって2イニング目デスパイネに一発を得ます。これが2シーズンぶりのシーズンの第30号ということになりました。昨日に続くホームラン、デスパイネの一発で3回でホークスリードを広げます。そして今日は9回ボイネロ、最後のバッター和田をライトフライに打ち取ってゲームセット、3回でホークス勝利で5連勝です。